満員御礼ということで3ヶ月ですよ10月本番だったのに3ヶ月後にやっておりますけれども、よろしくお願いいたします。まあですね、これからやる演目なんですけれども、そもそもね、10月の時ここに座って何を枕で言うかっていうと、いやもうやっぱりこう人がたくさんいると緊張しますね。緊張してるからもうちょっと後ろで飲んじゃおうかななんつって、まあお酒の話なんですけれどもまあ酒というのは癖がございますってやりたかったんですけどもはい、まあやらせていただきます酒というのは癖がございます。シュンとしてる人がにぎやかになる、にぎやかな人がなんとなくシュンとする、シュンとする人もいればいろいろな方がいます。これはある昔のお話で、大旦那、大きい御商店の旦那ですけれども、この大旦那は大のお酒がお好きで、若旦那もお酒が好き。ところがこの若旦那の酒というのがちょいと困るんですな、一人では飲めない、よくありますな、一人で飲んでても酒がうまくないよという方がいらっしゃいます。それはいいんですけれども、この飲んでいる相手の一番嫌なるところ、その人が触れてもらいたくないところをこう言葉の上でチクチクとつくで、嫌な顔をしてるのを楽しみに飲む、大概喧嘩になっちゃうねで、大旦那ももう心配をいたしまして、お前のは酒癖なんて生優しいもんじゃありませんよ、こうしましょう、お前だけ酒をやめろ、そんなことは言わない、私もねこの年になって酒だけが唯一の楽しみだ、だけどね私もやめますよ、二人で禁酒をしよう。お父さん申し訳ございません、約束をしました。ところが若旦那の方は若いからこう表へいくらでも楽しみがある、大旦那の方はと申しますとどうにもしょうがない、昔の大所の旦那なんてものは番頭さんに店を任せっきりだから、やることがない、昼間お客様か何かがあって夕方帳面をパラパラっと見たら、あとは何にもやることがない、ただ生きてるってだけになっちゃう。このただ生きていて命に別状のない状態っていうのは割合に辛いもんで、そうなりますと一番好きなものを思い出しまして ばあさんや、ねちょっと寒気がするんだよ、医者は薬、いや薬そういうんじゃなくて、なんかこう体を温めるものは何かないかね、くず湯はどうでしょう。くず湯ね、なんかさっぱりしたもんで何かないかね、みかんの、ちょっとお湯からちょっと離れましょうあるでしょ、飲んでこうポーッと、わからないの、そういうことになるとしらばっくれる、いやね私の方からじゃなくてお前さんの方からこういうのはいかがでしょうと、こっちを見なさい、こっちを、例えばこういったような、何です、こういったようなものあのね、世の中にこうやって飲むもんなんていくらもありませんよ、私はこうやって醤油なんぞ飲みはしないんだよ、こうやりゃ酒いけませんよ、あんなとせがれと約束して、まあ待ちなさい、せがれと約束はしたよ、あいつは若いからいずれ飲めるようになる、私をご覧なさい、あとわずかじゃないか、いつお迎えが来るかわからない、ってなっちゃったらもう終わりなんだよあれは方便というものですよね、私が酒を飲んで寝てしまう、でせがれが帰ってきて、お父っつぁんどうしましたなんて言ったら、風邪ひいたらしくて先薬飲んで休みました、そういえば丸く収まるんだからね、で今回ばかりはお前さんを拝むババア大明神様あのね、亭主が手を合わしてんだよ、
それをよく知らん顔してられる。私が分かりましたよ、言い出したら聞かないんですから。一本でおお、一本でいいんだ。腹の虫が治まればいいんだ。ああ、酒の支度はしなくていいですよ。湯飲みでいただきますから。それと羊羹出しておいて。羊羹で飲むわけないでしょ。せがれが帰ってきて湯飲みがあって羊羹がここにあったら、死に帰ってきても言い訳が立つ。私もいろいろ気を使ってるんですよ。羊羹の脇にウニでも置いときましょうか。おー、いただきますよ。隣のうちからいただいたのかい。あー、なんかね、自慢してますった。お国で取れたんだってね。お礼はよく言っておいたよ。だけどね、ああいうものをお茶で食べるってのは。ああ、じゃあありがとう、ありがとう。私は少し飲んで。変に赤くないのがいいね。じゃあ、まあ、いただきますよ。磯の香りがプンとする。なんとも言えないね。ああ、ありがとう、ありがとう。ああ、上等。上眼ですよ。お前さんはおかんが上手だね。他のことは下手だけど。膨れるんじゃない、褒めてるんですよ。邪魔、いただきますよ。誰がこんなもん考えたんだかね。探し出してひどい目に遭わせてやりたいね、本当に。今ね、キューって言ったよ、聞こえたろ。あ、聞こえない。あ、耳も遠くなったんだね。胃袋が驚いてる。もう入ってこないなってところにゴムゴって入ってたもんだから。あら、どうしよう。どうぞどうぞ。やってる最中だよ。楽しいね、あんた。だけどなんだよ、お前さんの前だけれども、親ってのはつまんないね。ほんとつくづく嫌だ。今度生まれ変わったらね、親よすよ、親。で、子供を親にせないんだ。できない？できないことはないよ。おぎゃって生まれたら、あら、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁんって、そうやって育てりゃいいんですよ。これちゃんと一号入ってたのかい。これでおしまいかい。お前これは殺生だよ。寝てる子をわっと起こしただけだよ。もう一本。だからおやしなさいって言ったんですよ。言い出したら聞かないんですから。もうあと一本だけ。もう一本とこう飲んでしまうと。まだつかないの。しまいには。あぼ、持ってこい。ベロベロになっちゃって。マーサー、マーサー、また猫いじった。猫ババメ。猫と怪しいんじゃねえかな。ちょっと私をご覧なさい。どう見ても酔ってるようには見えないでしょ。どう見ても酔っ払いだ。それはお前さんが私が飲んでるところをずっと見てきたから、あれだけ飲んだんだから酔ったんだろうなと、そう思ってる。こんなはっきりした酔っ払いがいますか。何言ってんだお前、バカなこと言って。せがれが帰ってきた。間に合わないよ。バタバタするんじゃありませんよ。それは長年の酒飲みですよ。大丈夫ですよ。
酔ってるとこなんか見せませんよ。疲れだろ。ご苦労さま。あとでただいま。あいつ酔ってんじゃない。お前は酔ってるね。お父っつぁん今日ね、山田屋さんのとこ行ったらね、飲んでんだ。おお前いいとこに来たら相手がいなくて寂しかったんだ、行こう行こうってんですよ。だから行ってやったんですよ。親父と禁酒の約束をしました。だから飲めませんって。そしたら怒っちゃって、お前俺の刺した杯が受けられないの、じゃあ出入りを止めるって来て。だから行ってやったんですよ。親と子がですよ。男と男がですよ。飲めないと言った以上、絶対に飲めませんって。お父さん聞いてますか。それで、なんで酔ってるんだよ。したらね、偉いって言うんですよ。お前は偉い。それが男だ。その息で一個一個とか、どういただけますか。二人で三丁飲んじゃって。お父っつぁんの前ですけど、酒ってもんはやめられねえもんっつね。お父っつぁん、バカ野郎、なぜ酒を飲みたがる、なぜあんなものが飲みたい。俺はね、この新書お前に譲りたい、譲りたいと思えばこそ酒なんか飲むんじゃないよ。あんなもん飲んだらみんな破滅になる。ばあさん、すがりをご覧なさい。顔が5つも6つもある化け物だ。こんな化け物にこの新書は譲れねえ。お言葉ですがね、お父っつぁん、あたいもこんなぐるぐる回るうちにもらってもしょうがねえ。